ーゲンとサンブとユキミとルーンでーす。ヘイシリー、コロンビアってどこにあるの？こちらがコロンビアです。こちらですね。コロンということで、はい、皆さん生活していたら、それだ、はい、終わっちゃった。皆さん生活していたら耳に音が飛び込んでくることってたくさんありますよね。勝手に入ってきちゃうよね。ああ、そうです、そうです。そういう音だったりとか。耳にね。そうです。日常の中で、こうやって家の中にいてもそうですし、街中を歩いていても、音って必ず感じると思うんです。本日は、そんな日常に紛れた音をクイズにしてまとめてきました。題して、日常音クイズー今からですね、8問ほど。ほどほど8問で言い切ってください。なんでちょっとごまかそうとするの。今から8問、生活に紛れている音をスピーカーで流しますので、はいはい、そちらの方、早押しで分かった方から。何々の音。そうです、そうです、そうです。水素の音。ああ、かもしれない。かもしれない。みたいな感じで答えていただけたら嬉しいなと思います。はい、ちなみになんですけれども、はい、正解数が一番少なかった方にはですね、はい、ツイッターの方でギガファイル便にですね、充電音の SE をリスナーさんに期限1週間でプレゼントしていただきます。なるほど、なるほど。あ、じゃあ、ポンじゃなくてもいいってこと？何でもいい。ただ、おはようとかでもいい。確かに充電始まったよとか、なるほど。なんかそういう SE をぜひプレゼントしていただきたいなという。いいですね、みんな負けろ負けろと思ってるよ、今。はい、それではやっていきましょう。よいしょー。それでは、はい、第1問。こちら、リムちゃん早かった。 LINE のやつだよね。 LINE の送った時の、チャットを送った時の。正解。ありがとうございます。こちら LINE のチャットを送ったりスタンプを送ったりする時の音でございます。スポってね。この音俺なんないんだけど。なんか設定なのかな、消してんじゃない。俺マナーモードにしてるからなんないわ。なんも、俺もマナーモードにしてるからならない。みんなね、マナーモードにしててなんないけれども。でもわかんのすごいよね。すごいよね。 iPhone の音とかね、 LINE のスタンプ音とか結構鳴らないのに覚えてたりとかするもんですよね。綺麗にまとめた。何あいつ。続きまして、はい、第2問こちら。サムさん、いいですか。スイッチ、任天堂スイッチの起動音。正解。スイッチの CM の音。正解。起動音は違います。これでコメントなんで、起動音でもこれなりますね。わかんないけど、多分起動音ではない。メモリーなかったっけ、起動音って。なんか違う気がする。でもそれ多分 Wii じゃない。 Wii か。起動音、何かするみたいなやつ。それ Wii か。それ Wii です。まあコメント欄で教えてください。で、俺ゆきみ1ポイントでいいんですか。ゆきみさん1ポイントで、リムちゃん1ポイント、ゆきみ1ポイント。続きましての音、こちらの音。むずっ。もう一度流します。はい。ゆきみさん、情熱大陸。正解。ヒント言いますと、オリンピック。最近やりましたね。サムさん、水泳のスタートの音。正解。よっしゃー。水泳のスタートの音。水泳のスタートの音はオンエアマークみたいな。へぇー。それからこの音が鳴ります。そうなんだ。俺これ知らないかも。さあ、ここで1点1点1点で皆さん鳴りましたけれども、続きましての音、はいはい、こちらの音。サムさん、どことかが多分ないと思うんだけどな、レジ打ちの音。正解。いや、絶対聞いたことあるね。そう、ある、絶対ある。ゆきみさん、バーコード読み取った音。正解。いや、聞いたことある、聞いたことあるよ。あっ、俺もう行きたい行きたい行きたい。とりあえず次俺やからな。そうだね。俺もう完全に分かった、完全に分かった。じゃあサムさん行きますか。セブンイレブンのバーコードを読み取った音。正解。ゆきみさん、 ATM の音。かな。ATM ちゃん、 ATM でクレジットカード入れた時の。ああ、不正解。あれ、セブン銀行 ATM。 正解。ゆうちょ銀行 ATM。 正解。あー、ゆうちょか。こちらゆうちょ銀行の ATM の音でございました。ゆうちょじゃねえ。でも聞いたことある。ある、あった、あった、あった。さあ、ここでタムさんが1ポイントリードでございますけれども、続きましての音、こちらでございます。サムさん、遊戯王のモンスターが召喚された時の効果音。正解。そうだ。それだ。よくわかるな。てってれれ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 れ
うわここ最近モノパレね、遊戯王の BGM 結構よく流行りですから。生活音じゃないし。日常で召喚することないし。やっぱり日常でテレビ見てたりとかしてね、聞くことありますから。日常の音でございます。さあ、残り3問。3問。なので、ここで、リムちゃんっていう君は取っておきたいところ。続いての音、こちらの音。俺やろ今、俺でしょ。リムちゃんゴーゴージャグラーがベカッと聞こえた。正解。死ぬか。お前らのスピード速すぎだ。ちなみにゴーゴージャグラーは音なりませんからね。ゴーゴージャグラーだけはあの音無音なんで補足ね。勝たんだよ。さあ残り2問ということで、はい、はい、現在2ポイント3ポイント1ポイントということで、続いての音こちらの音です。サムさん、JR 改札で引っかかった時の音。正解。あー、確かにこの音か。これあれだよね、一回引かないと。そう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 なんだよね。ちょっとごちゃごちゃやってもずっとこうやって何回もやってる人いるけど、違う、一回離れないとセンサーがあるからね。そうなんだ。後ろで待ってる側からしたら一回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 なるんよ。さあラストの問題でございます。ここで雪見が取れば同点、ね、ゆうちゃんが取ったら雪見の負け、はい、ということなので、僕が参加しない方が多分面白い勝負にね。そうですね。まあでもこれ同点になるのか。でも同点になりますね。同点になった場合どうなるんですか。あ、銀が口でやるんじゃない。最後サドンです。おー、あーなるほど、まあ、それいいっすね。では最終問題になるのか、最後から2番目の問題になるのか。はい、最終問題こちら。は、にむちゃん、新幹線の、あ、新幹線じゃないか、これ。今、ドアが開いた音だと思ったんだよな。違うか。いや、でも、新幹線のドアが開いた音だと思ったわ。正解。さあ、これ、意外にわからない。これ、聞いたことある？これ。間違いなく聞いたことあります。え？あるかな？まあ、俺に回答権あるから、考えるべきなんだけど、俺、記憶を探っても、この音聞いたことない。いや、でも、近くには行ったことあるんじゃないかな、少なくとも。聞いたことあって、覚えてないパターン。絶対にありますね。俺ある。絶対にあります。馴染みある。なんだったらここに来るときに聞いてるんじゃないかな。ゆうみさん、タン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 。あー、うわー、インターホン。正解。ローソンの入店音。正解。ローソンの入店音。こちらローソンの入店音がこちらになります。え、そうなの。そうです、これでやるの。てん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 。さあ、ということでリムちゃんが3ポイント、サムさんが3ポイント、4ポイント、そしてゆきみさんが1ポイントということで、優勝はサムさん。イエーイ。遊戯王強かったよ、あそこ。そして、ゆきみさんは再開ということで、ツイッターの方にですね、はい、充電の SE を1週間限定で投稿していただきたいと思いますので、まあ、どんな音になるかは、まあ、これ次第やもんね。そうだよ ね、まあ、ね、お楽しみということで。どんなのにしようかな。まあでもなんか、せっかくやからみんなが喜ぶ感じのね。オッケーオッケー、みんなが使えるやつね。OKOKOK ということで、はい、皆さんもですね、生活する際は、はい、日常に紛れている音にぜひ耳を傾けて生活してみてはいかがでしょうか、はい、この動画面白いなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは以上、モノパレットでした。気持ちいいな。